皆さんこんばんは、今からですね、芝山ゴールドをいただきます。なんとそのカニはですね3000匹に1枚という貴重なカニです。重さが 1.4 キロ以上あるんですけど、今日のやつはなんと 1.8 キロもあります。すごい美味しいと思いますんで、いただきます。もしか欲しい方があれば、手配できますので、こちらから手配してください。概要欄チェック、概要欄チェックしてください。よろしくお願いします。はい、今日は海栄水産から、僕の一番好きな、カニが来ました。ありがとうございます。これです。あ、カツカニって書いてる。芝山ガニの極上、極上って書いてるわ。はい、じゃーん、うん、出して、取り出してください。いや、おお、まだ生きてる。口が、うわ、ほら、ちょっと、うわー、すっごい大きい。何このサイズ。まだ口がペクペクしてんねん。1.6 キロって言ってた。すごいでかい。むっちゃくちゃでかい。今までのカニの中で一番でかくない？そうかな。うわ、すごい。まだ生きてるで。どれどれ？いやいや、待ってや。うん、まだ生きてる。うわ、ほんまや。口が動いてる。口。ほら、閉め、口閉めた。動け。な。うん。Okay、まだ生きてます。あの、このカニさん、大好きなカニさん生きてるけど、命をいただきましょう。ありがたくね。はい、はい、いただきます。はい、うわ、めっちゃ怖い。でかい、いかついわ、顔が。よっしゃ、どっから行きましょうか。ここからカニのさばき方、こんな感じでいきます。やりました。これで真ん中から、真ん中から行くの、ズバッと。どうやんの、うん、胸切る。はい、はい、失礼します。カニさん、ありがとうございます。いただきます。はい、おー、買った。何これ。え、いただきます。はい、はい、ありがとうございます。おー、そこで OK じゃん。え、 OK、 OK、 OK。で、そこは切らんで、いいの、うん、ビッて剥がします。おー、きた。内側に剥がすね。そうそうそう、そうそう、ほんで片っぽずつ取る。片っぽずつ。おー、すごい、ゴシゴシ、ノコギリみたいにしております。いけますか。うん、内側にいっぱい切る。うわ、すごい味噌や。うお、うお、うお、すごい。うお、引きちぎる。バーキン。よっしゃ。うわ、取れた取れた。左側の味噌も取れます。はい。お、こっちもこっち味噌や。すんごい。こっちは。体大きいもんな、これ。こっち味噌。うわ、すごい。カニ味噌だけでこの量あるってすごくない？これよ。わあ、新鮮やから美味しそうわ。まだ生きとってんね。うん、めちゃめちゃ新鮮や。はい、足全部切っていきます。はい、全部切っていってください。そう、そこで、よっしゃ、はい、うん、ボリッと。それはボリッてきたの、折られへんの。いつもあのボイルされてるのがポイッて折れんねんけど、気持ち悪い。それ何なんだな、エラなんかな。全部きれいに取ります。反対もやっていきます。おお、おー、カニピーラー最高。おめでとう。チャオ。おお、気をつけてね。すごい気持ちいいや。おお、エラこれええわ。すごい、どう、やりやすい。めちゃくちゃいいよ。料亭のやつみたいに仕上がりますね。見して。ちょ、まだできへんね。え、カニ星人、カニの世界王者、井岡弘樹さん。はい、いただきます。ボクシングの世界チャンピオンで、カニの世界王者です。ボクシングチャンピオン卒業しました。カナエさん、いただきます。ありがとうございます。すごいでかいわ、これ。こんな大きなの初めて見るね。なあ、行きましょう。ちょっとこの、見せて見せて、どうやって撮るの。 OK、 いいよ、いいよ。おー、来た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 。
うわ、大きいな、その身。ちょっと顔と比較させて。反対向けて、裏向けて。うわ、すごい。でかすぎるわ、それ。はい、いきますよ。はい、どうぞ。ほんますごいな。足、動いて。おなり、ぶち。シャプシャプして。その大きいから、キックとかに行けて。うれしそうな顔してますね。いきます。ちょっとしょうくらがくれへん。はい、いただきます。はい、これやっぱり一番おいしいなあ。松葉ガニが一番いいな。やっぱり紅ガニとどうですか、比べて。いや、これおいしいな。全然ちゃうな、王様やな。いただきます。こんな大きなカニ 1.6kg、すごいで、ほぼ 2kg やでこれ。はい、爪です。はい、そのままいける。そのまま入れた方がいいんじゃん。取れる？テレビうるさいな。楽しみです。あ、後でこれも飲もうよ。芝山ゴールドも魔王もあるね。いろいろあるね。でもなんかサントリー格がとりあえずそれ飲みたいの。はい、入れ物は？え？そのままでいいの？いただきます。そのままが一番炭酸きついもんな。うわぁ、ええ飲みっぷりやね。そろそろできてきましたか？なんか日緩かった？そう、緩かった。あ、そっか。いやでも美味しそうね。あとまだだいぶあるよ。こっちも。うん、あ、こっちもあるね。このビニールシートを引いてやると後片付けめっちゃ楽ですよ。じゃあカニ食べてたらもうほんまにご機嫌やな。うん、いい笑顔出ましたね。怒っててもカニ言うたらな、仲直りするもんな。今までにも何回もあったな。機嫌悪なったら、カヨがカニ連れて行こう。カニ食べさせといたら、機嫌いいから。取れますか、それ。熱いな。熱い。あ、まだもうちょっと置いとかなくてください。はい。はい。ん？持っとくから。おぉ、いっぱいいるよ。待って、もっと入れようや。それ大きすぎ？それぐらいでいいんちゃう？はい、はい、入れます。生の生の味噌ならではの、あ、花が咲いたぞ。生のカニの味噌はこんな風になります。生ならではやな。カツカニならではのカニ味噌でございます。これを、あ、落ちる。あ、全部持っていったや。そのまま味噌のこと入れよう。あのお汁ごと、そうそうそう、味噌落としました、だいぶ。いただきます。はい、これはカニの胴体、胸肉をほぐしておいたところに混ぜてます。豪華ですよ。うわー、あー、うん、あー、美味しそう。なにこれ、なんちゅう嬉しそうな顔してるんですか。うん、う
美味しい。カニの世界王者もうなる美味しさですか。美味しいわ。幸せ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝感激。カネさんありがとう。ありがとうございます。カナエさんと知り合ってからカニ送ってきまくりやねカニカニカニ。何回目この冬もう何匹食べたかな。そうだな。カニ5、6、7、8、10匹ぐらいも食べてんじゃん。そうかな。めちゃめちゃ食べてんだよ。この今年の冬は一体何匹カニを食べるんでしょうか。何倍っていうの。何倍食べるんでしょうか。はい、芝山ゴールドですね。本当に美味しいもの、いいものを送ってくれますので、皆さん注文してください。本当に美味しいです。4つの種類から選んでください。大きさですね、いろんな種類がありますから、はい、よろしくお願いします。相場にもよりますけどね。はい、相場によりますけどね。はい、一番いいのを送ってくれると思います。はい、霞から、芝山の空港から直送です。はい、そうです。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。